お待たせしました。さあ、ということでお国飯、今回で第11弾ということでございます。国旗クイズもみんなあるよ。新しい国も登場します。それでは VTR スタート&フィビゴさあ、現在日本が承認している世界の国と地域の数は196。この特集はそんな世界各国の皆さんが愛する母国の料理、お国飯を教えてもらっちゃおうという企画。全世界のお国飯全制覇を目指しているわけなんですけども、はい、These are the countries we've learned about、ね、今ね、44カ国、うん、あ、まだ44カ国かね結構聞いてる気もするけどねまあちょっとこの辺ね、そうよね、夏入れないよ ねアフリカ大陸か、ま、ね、今日は全部埋めるんじゃないですか、うん、自信に満ち満ち溢れてる。 Hello, could we ask you where you're from? TV show interview a few minutes okay? お国がどちらかっていうのを、はい、ちょっとこれ探してもらって有名な国かな。お、こちらの国はどこでしょう。スタジオの羽地君、はいはいはい、もうこれ簡単でしょ。お、何、自信たっぷり。だって いいですか。じっくり考えた方がいいと思うよ。ジャーマニー、あ、ドイツ。あー、さあ、ドイツ間違いないでしょ。あの上側が黒はね、ドイツなんです。アナウンサーですよ。アナウンサーですよ。はい、あー、相変わらずね。なんで外れた前提なんですか。Where are you from? From Germany. Germany. ドイツですね。一応アナウンサーだね。What's something famous in Germany? Beer, I guess. Beer? Beer, ね。Sausage. Sausage, よね。And Oktoberfest. Oktoberfest. あ、日本でもやってるもんね。Oktoberfest ね。It's a big fair, like a lot of tents. 祭りですね。大きな祭り。Ferris wheels. 観覧車がありますね。はい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 。要はオクトーバー、10月に行われるお祭りで。 No, it's in September actually. 実は9月にあるらしい。じゃあセプテンバーフェスじゃない。 A couple of hundred and something years back they started in October. But it was always cold and rainy in October. 10月が雨が多くて寒すぎて9月に。豆知識でちょっと自慢できますね。あ、これはいいこと聞きました。 What is a famous dish in German? Germany?Schweinehaxen. Schweinehaxen. Schweinehaxen. Pork knuckles. 豚肉の足の部分ですね。Kraut, yeah, exactly. サワークラウト。美味しい、食べますね。Beer sauce with some... ビールからできたソース。おー、へー。じゃあ、覚えて帰ってほしい日本語があって、日本でビールを注文するときに、絶対みんなが言う言葉なんですけど、とりあえず生。とりあえず生。カメラ目線で、3、2、1。とりあえず生。Oh, very good. ナショナリティ、すごい難しい。全部国言いながらめくってる。This what's this? Moldova. Moldova 正解。Estonia. Estonia. Estonia 正解。天才。Genius. これ。Vatican。バチカシかかってる。このファミリーは2カ国籍持っているということで、2つの国を選んでいただきました。まずはシスターお姉ちゃんから Please show. スタジオの森亜美ちゃん、お答えください。どうぞ。わかりました。いい直感、イギリス。いいですね。合ってますか。イギリス。声は出てますね。はい、なんかこのド迫力のある感じ、イギリスっぽい。ド迫力のある感じ直感なんだ。おお、正解。森亜美ちゃんもね、勉強してくれて正解前提で話してます。今度ね、あのエリザベス女王に会わせたいと思います。ありがとうございます。プリーズショー。さあ、ということで出てきました。ここでしょう。さあ、スタジオの羽地くん、お答えください。どうぞ。あー、これはね、どっちかなんですよ。どっちか。どっちか。テレビの前の皆さんも一緒にお考えください。ベルギーかデンマーク、一つにしてください。答えはの、どっちかで言えば、ベルギー。ありゃー、だからなんで外れたんですか。正解だ、羽地くん。勉強しないと。ベルギーじゃないかな。ペナルティどうする。1週間ね、わさびで歯磨きする。そうです。そういうこと考えてくれ。残酷なんで。結構残酷なんで。いいお感じ。 Where are you from? Belgium. ほらー、すごくないですか。ベルギー。ベルギー。成長してる。ベルギーということでね。 So what's a popular dish in England, in the UK? On Sunday, everybody is eating a roast dinner. Roast dinner? So it's some meat roast. 肉の、まあ、ロース。日曜日に食べるのが伝統的なもの、ことです。お母さんのお料理は美味しいですか。困らせないでよ。
What do you think of your father's cooking? お父さん、即出ましたよ。じゃあ、ベルギーの、ね、ベルギーの国飯は National Daily Belgium is mussels and chips. マッソコラ、貝、貝ですね。貝、貝。あ、豪快な料理ね。本当にもうそれしかないやん。マッソ英語ですよね。はい、けど、フランス語でムール。あ、ムール貝のことをマッソルって言うんだ。へぇー。Just show the price. Show. さあ、出ました。森あゆちゃん、どちらの国でしょうか。お答えください。やばい、わかんない、わかんない。さあ、これ実はですね、初登場の国になります。さあ、あゆちゃん、お答えください。もう直感でいいよ、直感で。フィンランド。フィンランド、色が綺麗だからフィンランド。あー、でもちょっと難しいよね。Where are you from? Turkey. トルコです。トルコとは言うか、あれですよ、世界三大料理が美味しい国ですよね。そうなんです。実はフランス料理、中華料理と同じく宮廷料理として発展した歴史から、トルコ料理も世界三大料理に数えられているんですね。中でも800年近く前から食べられている伝統のスイーツなるものがあるそうです。バクラバ、It's baklava, it's sweet. Sugar and nuts, a bit of nuts between the nut bread. パンじゃないかなって黒いポケットにパンチにナッツを乗せて、水と砂糖をね、ミックスして、それをかけて。かけてシンプルで美味しそう。いやけどカレン、うん、どうせ今回も仕込んでんでしょ、ネタを。実はね、うん、実はね、うん、今までにない、うん、にないね、うん、お仕事の方、うん、を仕込んでますよ。何系何系。それはもう言いません。ノーヒント。ノーヒント。うそ。秘密。さあ、カレンが案内してくれたのはちょっと意外な場所。 We're here. 着いたよ。ありがとうございますって言いたいところなんだけど、はい、お寺なのよ。はい、そうなのよ。いや、お国飯なのよ。はい、いや、わかるよ。ここだよ。出てくるのもう精進料理じゃん。まあ、けど素敵なね、皇太寺というね、お寺ですけど。お寺ですね。え、マジで全然わかんないんだけど。なんだろう。絶対外国人ではないですよね。ハロー。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。そうですよね。日本の方ですもんね。ジャパニーズ。そうですよね。いや、しませんよね、外国の方。いるんですよ。お、本当に。来たでしょ、チーメンさん。お寺にも今外国の方いるんですか。あ、そうなんすか。お嬢さんに なられて、はいはいはい、資格を取るためにやっぱ来られるんですね。ブラジル、コロンビア、フランス、東西南北いろんな方々ですね。そうそうそう。お寺のお仕事とか覚えて、お国で仕事をしながらお嬢さんもやられるんでしょ。さあ、今とある国から木匠さんという修行僧の方が来ているそう。すでに厨房で送り飯の準備をしてくれているそうなんです。こんにちは。そうとね、かけて。あ、いらっしゃった。外国の方が。どうも、キッド。OK。ああ、ブレブレ。ツルツル。ツルツル。ツルツル。さあ、どちらのお国でしょうか。スタジオの森あゆちゃん。また、また。なんか見たことない。サービス問題でしょ。じゃあ、チリ。サッカーやってったよね。サッカー？え、なになに？ベルギー？え、ベルギー下げてましたね。ブラジル。いや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 、もうガッ。通勤中はケンケンだけですね。あ、違う。厳しい。せーの、スペイン。え、スペイン。ほら。アイディー？インセビリア。セビリア？そのヒント出した時点で勝ってるみたいな。Very very very cold。なんか街の中で有名なものなんでしょうね。ラヒラルダ。ラヒラルダ。トウェル。トウェル。カテドラル。あ、カテドラル。天主堂の。ああ。え、ちょっと待って、スペインでは何をしてらっしゃるこれ。What do you do in Spain? In Spain, I live in other temple. あ、スペインの住職さん。Yes, yes. そういうことですね。In my temple, 300 three olives.イメージが湧かないね。オリーブ畑の中にお寺があるってことやろ。 So the whole family is in Spain are Catholic. But me, after, I'm a Buddhist. さあ、そんな木匠さんが作るスペインのお国飯とは。 The name is paella. パエリアだ、大好き。 And gazpacho. Gazpacho. Soup.スープ、トマト、トマトスープ、トマトのスープだ。レッツクッキーブレッドインガスパチョ。ガスパチョに入るんだ。水をちょっとかけてますね。じゃあパンふにゃふにゃになっちゃうじゃん。初めて見るよね。初めて見る。
With the tomatoes. Tomato. これで何人前作ってるんですか、大体。This makes how much? How many people? For 20 people. 20人分です。うちの黒そんな大状態じゃないですよ。あ、綺麗、美しい、美しい、やっぱ色とりどりやね。さあ、ここにオリーブオイル、なんか新鮮な香りがしますね。グー、ベリーグードオイル、ナッツオイル、イエス。さあ、それをハンドブレンダーで形がなくなるまで潰し、さらにミキサーで滑らかにしたらガスパチョの完成です。じゃあ今からパエリアの準備をします。今からパエリア作りですね。スタパエリア。What do you think of life in Kotaiji? Strong rhythm of the practice.But it's a very good ambiance. Wake up at 4. あ、その4時に起きます。And Zazen. 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 その後 Ceremony. お、今日かな、今日。And after work communitary. 掃除したりね。お寺の中の仕事をします。Yes. OK. なあ、いい通り。あ、つまみ食いだ。あら What happened? Here?プリプリ、プリプリだもん。キヨーサク。なんかカツ。カツされる。カツされる。優しい。ありがとうございました。さあ、そんなこんなでパエリアは地域によって具材が異なるそうなんですね。木昇さんのお母様直伝は鶏肉とイカ、ムール貝を使った豪華なパエリアです。辛もおだしだ。スープ、だしのためですね。Yes. For the rice. 米用のだしね。だしを入れます。さあ、最後にお米を入れて15分から20分炊きますと、美味しそう。美味しそう。しっとりした。ゆいた。どれぐらい食べますか。もう山盛りでございます。完成です。Yes。できました。パエリアもできました。美味しそう。さあ、スペインの送り飯、パエリアとガスパッチョ、美味しそうでしょ。美味しそう。この形のパエリア、そうよね、なかなかね、しっとりで。お店の料理よ。綺麗ですね。ちょっとしたコースよ。So how do you say like いただきます。Buen provecho。Buen provecho。覚えられない。なんこれ。海鮮だしがたっぷり出とうね。おいしいですね。ただただおいしいよ、ね。おいしい。米の食感。うん、ね、食感がいい。おいしいですね。うん、あ、しっとり具合よね。ね、おいしいですね。おいしいね。夏に良さそうじゃないですか。あのトマトの酸味と、あとオリーブオイルのこのなんつうコクって言うんですか。うん、あ、おいしい。どうするこんなに美味しいもの食べられるんだったら入門しようか私たち。ね、どうしようね。How does it feel eating your home country's food at the temple? It's a little crazy. ちょっと crazy, crazy. In the future, what do you want to do? I return to Spain. Spain, Spain, and good relation. 環境 Kotaiji, Sekuji, Japan, European, Spanish. もっと深くしたいです。せーの。Qué bien nos ha sentado! Qué bien! ありがとうございました。Thank you. 上出来。さあ、再び浜松町で外国の方にお声をかけましょう。こちらの国から来てくれました。Please show! Please show the flag. さあ、出ました。どこでしょう。さあ、スタジオの森あゆちゃん。また簡単だよ。わかりました。お、どうぞ。フランス。ファイナルアンサー？ Yes, フランス。え、違います。大丈夫。え、大丈夫。え、なになになに。え、時短で踏んでる今。え、アフリカ？え、やっぱフランスで、フランス。ああ、残念ですね。Too bad。もう森あゆは不正解だったということで、二度と奇靴を履いたらダメです。わあ、マジか。あまりないでしょ。You're from the Netherlands. The Netherlands. あ、違う。Which part of Holland are you from? The Netherlands. Friesland. Friesland. It's like a house to house. House to house みたいなところね。あ、けどハウステンボス似てるよ。さっきとゆかりがいるからね。親近感湧く。素敵な街、beautiful city。A famous dish in our home country. Stampa ブーコ。野菜ですね。あ、ケール。ケール。グリーンのベジタブル。ケール。体にいいやつだ。で、じゃがいもと一緒にね。潰して。潰して。With mustard. で、マスタード。And sausage. And a sausage. And sausage. ソーセージもいい。そう。ちょっとね、どこの国の方でしょうね。なんかあの旅行してる感じが出てますね、大きいリュックに。Please show.
さあ、ということでスタジオの羽地君、ちょっと名前忘れてたでしょ、ごめんなさいね。何これ、羽地で、ね、初登場の国、初めて見た。当てちゃいます、どうぞ。マケドニア。あれ負け、あー、残念。どうしよう、1週間、うん、また1週間ね、また1週間味噌抜きの味噌汁を食べなきゃいけない。それは何汁だ、ただのお出汁です。 Where are you from? Switzerland. 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 Which part of Switzerland are you from? Zurich. 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 Famous building in Zurich? Lake Zurich. 湖が有名。その湖の背景に山がありますので、とても美しいです。アルプスの少女ハイジはスイスじゃないの？ Yes. あ、そうそうそう。え、じゃあペーターだ。ベーダーですね。So you're Peter from the movie, yeah? Yeah. やっと会えた、やっと会えた。Popular dish in your home country? Cheese, like fondue. あ、フォンデュだ。フォンデュ。スイスの食べ物なんだ。ラクレットチーズ。ラクレットチーズだ。チーズオン。ラクレット知ってる、知ってる。自分用のなんかチーズ料理をオーブンに入れて焼きます。美味しそう。You're working? Yeah, I'm a photographer on the cruise ship. あ、お仕事、フォトグラファー。はい。あ、ここです。おお、めっちゃいいよ。いい写真や。めっちゃいい写真。じゃあ、please show me show the camera。どちらの国でしょう。さあ、まあね、これはもう上がってるよっていう方も多いんじゃないですか。じゃあ、それではスタジオの森上ちゃん。また。え、これはわかりました。イタリア。さあ、どうでしょう。やばい、やばい、これ間違ってる反応だ。けど元気があっていいと思います。イタリア。どうしよう。全身頑張っていいと思いますよ。カナダ。ワールドカップ優勝。あ、簡単ですよね。Too easy. まさかの残念。じゃあ1週間。また1週間シリーズだ。顔の左側だけメイクしていいですか。こっちだけ。I'm French. フランス人です。私はフランス人です。おー、欲しい。フランス。ブランケットでも。フランス語でブランケットでも。フランスの stewed with like stew みたいな。vegetable like carrots, celery. 人参、セロリ。子牛の骨でできた、お出汁が出てる、お出汁が出てる、美味しそう。 Thank you very much. Thank you so much for your time. Thank you very much. さあ、スペイン、トルコ、スイスが加わり計47カ国になりました。そして今回もう一方、送り飯を披露してくれる方がいるそうなんです。さあ、ということで私たち長崎大学医学部にやってきまして、ここも仕込んだ、また。いや、僕何も知りませんよ、これ。ここ知らない。知らない。お国飯でご協力いただける方はいますか。静かに、静かに。レイジオ編、レイジオ編、手を挙げてください。あ、レイジオ編。 あなた様だったんですね。どうもこんにちは。お名前は何とおっしゃるんですか。 What's your name? パメラ・ガルシア。パメラ・ガルシア。パメラ・ガルシアさん。 Please find your country's flag without telling us. Please show the camera. あ、わからん。これわからん。初めて見ました。あら、どこかな。じゃあ、それではスタジオの羽地君、この国旗はどこの国だと思いますか。お答えください。これ分かったらアナウンサーとして認めます。で、計算式は頭に浮かんでます。計算式とかいるんですか、国旗。え、そんな公式。インド。違う、ごめんなさい。違うよ。じゃあ、それでは正解をお願いします。サウジアラビア。My country is Honduras. 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 出てこない。どこだろう、Honduras。 初めてじゃない。 This is my flag. So it's right here. ここ、だから、カリブ海に面してるんだ。全然違う。 We have oceans from north and south. So Atlantic and Pacific. 北にも南にも海が。どんな国ですか。 Oh, very nice. Very Caribbean-like. Very sunny, usually, every day. 天気が良くて、毎日が晴れていて。ああ、そう。リゾートの国ですよね。はいはいはい。ラタン。ラタンという島。ね、you can do whatever you want. It's a really nice beach over there. 長崎大学で何を学んでらっしゃるんですか。 So what are you studying at Nagasaki University? I'm doing my master's degree here. 修士課程。Tropical medicine. Tropical medicine. 熱帯医学。熱帯医学を学んでらっしゃる。さあ、そんなホンジュラスのお国飯気になっちゃうでしょ。ということで、パメラさんのご自宅へ向かいました。So what were you doing in Honduras? A doctor, private. 医者。ああ、やっぱお医者さん。お医者さんなんだ。
何担当 what's your specialty? I'm a general doctor. General doctor っていうの、まあ大体その最初にあの general doctor のところに行って、うん、専門の医者に紹介しますよ。はい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 。女性の医者だとドキドキしますね。ドキドキしますね。あ、いい香りがしますね。ね、お邪魔します。お邪魔します。はい。綺麗に。綺麗にしてますね。あら、素敵な。素敵なというか、逆にあまり何もないお部屋ですね。シンプル。あ、上は寝室に、ね、なってるんですね。途中でね、あのカメラちゃん、癇癪を起こしたんじゃないかな。見て、パズルがむちゃくちゃになってます。完成までほどほどの状態で、あのジグソーパズルが置かれています。あ、あと、嬉しい。ドラえもんの4巻です。ホグワーツの方が、俺に目を通してもらってたって。レンビラ。レンビラ。1レンピラが6円。Meat here is quite expensive if I compare it to my country. Or fruits. 6 mangoes. 6 mangoes. 6個のマンゴー。So that would be like 250 yen. 6個のマンゴーが216円です。安っ。高級感。日本だって1個だって1500円とかするよ。So what are you going to make today? What's the name of the dish? The name of the dish is pastelitos de carne.Those are carne means meat. Carne, carne っていう言葉はあの肉という意味です。肉。Oh, oh, oh. Pastelitos, what does it mean? Yes, what does pastelitos mean? Okay, the literal translation in English would be little cakes. あ、意味です。Even though they're not sweet, though. 甘くないけど、ちょっとケーキという意味です。じゃあ、直訳するとお肉のケーキ。パメラさんと一緒に、Let's cook it! Peeling the potatoes. あ、剥いていく。This is a very simple dish, so everyone can do it. Everybody can do it. Garlic, tomatoes, tomato, and そして炒めですね。玉ねぎ。玉ねぎ。はいはい。Meat. Meat. Meat. Oh, this goes in. Okay. Okay. 今から入れます。はい。またハンバーグとも違うね、こうなるとね。マサ。マサ。What is マサ？This is corn flour. Corn flour. これにその水を入れて混ぜて、それがマサっていうんです。あ、なんかケーキっぽくなってきたね。And what is this? This is consomme. 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 チキンコンソメ。さあ、水とチキンコンソメ、パプリカパウダーを入れてこねて生地にしていきます。お、なんか見たことのないなんか機械が出てきた。何ですかこれ？This is from Mexico. This is a tortilla press.トルティアのプレス。釜作り。Okay. そしてそのジグロを乗せて。プレス。Just this is a tortilla. So you put it like... このままだと、まあ、トルティアです。なるほど。ここに、この肉を入れます。餃子みたいな感じが包むってことか。なるほど。ほら、まさに餃子のように外側を閉じて揚げていくんですね。揚げ餃子だ。そしてパメラさん特製のトマトソースをたっぷりかけたら完成です。ホンジュラスのふるさとの味、パステリートスでカルネ。さあ、屋台で食べるおやつ的な食べ物らしいですね。おやつなんだ。タコスみたいな。さあ、ということでホンジュラスのお肉の小さいケーキと呼ばれている、ね、料理ね。まあね、プロベッチョ。ではいただきましょう、いただきましょう。うん、あ、うん、あ、これね、お肉の入ったね、とんがりコーン。結構サクサク食感でもあるんですか。外サクでね。なるほど。お肉の入ったとんがりコーン。すごい気になる。食べてみたい。結構トウモロコシの味が結構しますから、これ子供も好きそうだし、大人もこれビールとかと一緒にね食べたくなる。日本の屋台でちょっとね、流行りそう。これいいですね。 How do you say 美味しい、 yes, delicious in Honduras? Que rico.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  Very much. Que rico. Que rico. So when you, once you've gone back to Honduras, what would you like to do? Oh, okay. So I'll try to be a researcher. So try to put in practices. For researchers, there's need for doctors specifically for probably study specific problems in my country like dengue. すごいですよね。なんかこう遠く離れたね、ここ日本で、そうやって研究家、お国のために勉強して、ね。せーの。Gracias por la comida. さあ、中央アメリカのホンジュラスが加わり48カ国になりました。次回もお楽しみに。以上、お国飯でした。